2017年8月9日、突如としてこのようなスレが立てられた。冗談のつもりで社用車で駐車場におった同僚を低速で引いたら大変なことになったんを。なんかワイのこと訴えるつもりらしいし、会社からは処分が下るらしいし、もうめちゃくちゃや。後引いたってよ、より軽く当てただけや。ワイとしては冗談のつもりやったんや。ほんま後悔してるわ。どうしたらええんや。弁護士とか雇った方がええんか。30万ぐらい包んで渡せ。二号二得やん。社長も引け。これ。冗談で人跳ねるってどういう環境で育ってきたんやお前。両津勘吉でもそんなことせんぞ。だからめっちゃ低速やで。相手もほとんど怪我してないし。ちょっとらしたんか。ほとんど。ちょっとら怪我しとんのか。お前はキラなんだら人様の首に包丁当ててもいいと思っとるんか。アホがおるもんやな。刑事事件やん。訴える言われるくらいやから、もともと仲良くなかったんやろうし、なんであったかなろ。いや、それなりに仲いい方やと思ってたんやけどな。信じられん、とかガチトーンの罵声浴びさせられたわ。いきなり引いてくるやつ信じられるわけないわ、そら。多分ここにいる全員信じられないと思うんですけど、名推理。次は冗談の通勤同僚を引こう。その同僚は信頼できるやつだったんか。仲悪いのに引いたの。趣味も合う職場の中では一番仲が良かったやつや。それだけにほんまショックや、まさか訴えるまで行ってくるとは思わんかった。ショックなのは向こうなの。恋に人を車で引くとか最悪日系もあり得る。一致も他人から引かれたらそりゃ怒るやろ。いや、土下座する勢いで謝れよ。下手なプライドは捨てろ、今後のためだ。その冗談ついでに足が滑ったらアクセルメタ踏みで引き殺すんやろ。そりゃ同僚は身の並びから排除しようとするわ。打撲程度らしい。結構ガチも怪我でくさ。アホの大学生のたまにあるよな。間違って引いても大変なことになるのに、わざと引いたらそりゃやばいやろ。もちろん医療費は払うと言ったんやけど、向こうがガチギレしてて。もういい、訴えるからみたいな感じで話にも応じてくれん。ほんまどうしたらいいんやろうな。ひとごとでくさ。医療費は普通にお前持ちやから安心しろ。とんでもないバカで草生えた。車に限らず冗談でなんかやって相手怪我したら、おふざけじゃすまんやろ。旅行でもいきなり車突っ込んできたら怖いわ。冗談のつもりで人を車で引く。冗談とは。こんなことされたら恐怖や。冗談やって言われても信用できひん。こんな同僚がいるってだけで恐怖やわ。サイコパスと一緒に働いてるようなもんやん。ほんまこんなことになるんやったら、わざとやったってカミングアウトしなかったらよかったわ。発想がゴミクズのそれでくさ。お前ほんまおらっとるな。低速って具体的に時速何キロやったん。そらもう徐行や。ちゃんと 10km 以下なのは確認してた。同じことされて自分は笑顔で許せるんか。まあ怪我してなかったら笑って許せてるやろうけど、さすがに怪我したら笑えんわな。ワイもそこはまずかったと認識してる。相手は転んだかなんかしたん。ボンネット乗り上げた後転がって悶絶してた。これもう殺人未遂なの。さっさと豚箱にぶち込まれた方が社会のためになるぜ。試しに人を引こうという発想がすごい。マジで言ってんなら相当頭おかしいで。嘘であることを願う。今 LINE で謝罪連打してるんを。恋な隣で日系来るぞ。夫婦喧嘩で恋に軽く当てた嫁が日系とかあるな。嘘やろ。こんなんで人生めちゃくちゃにならなあかんのかよ。恋に車で人に当たるって行為がどう取られるか冷静に考えてみ。まあ恋じゃないと言い切る限りなんだな。大変なことになった。せやなんじゃいですれ立てたろ。なんてやっている暇があったら普通全力で土下座するよね。この時間でもその同僚のとこ行って誠意を見せるよね。今謝罪と並行しながらやっとるわ。見事に既読スルーされてるけどな。本当に解決する気があって悪いと思うなら、相手が折れるまで夜中でも直接会いに行って許してもらえるまで粘るよね。こういうの本当に怖いよな。冗談で殺される可能性すらあるわ。テレビもバラエティもノリで友達に落とし穴で殺された若い夫婦おったな。素人時代の雨上がりの宮迫は、浜田の車に軽く跳ねられたにもかかわらず、殺すぞ。と言われたらしい。これ思い出した。100% 嘘。世の中には信じられないレベルのバカもおるから、100% 嘘とも言い難い。普通に考えて恋に怪我させようとしてやられたら切れるやろ。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。